で、回してます。で、これで自分が回る。自分が回る。なぜ？ここわかる？ブルーの ここにブルーの矢印が、はい、これね、はい。見ててね。これ見て。ああ、まあ変わりますね。はい。ってことは自分は道方向今向いてるから、はい、矢印こっちですよね。はい。で、これでこの矢印を見るとドローンに僕は正対してるということがわかるんですね。これ今、エッジはホームポイント、つまり ここだってこと、これこの小さなレーダーは中心がドローンになっちゃってるんですよ。自分じゃないんですよね。あ、うん、自分あの、はい、ドローンが今この中心にあって、だから、進行方向やや右にホームポイントがあるよっていう、そういう感じで、今あの右、4時ぐらいの方向が北ですよっていうことなんですね。じゃあ例えばこれで北向きにしてみると、これでぐーっと回転させて、こうすると今、ドローンは北向きました。はい、あ、こっちの方向が北なんですか。そう、これが北向きなんですよね。で、次ホームポイントを向かそうとすると、今度はこれでゆっくりこうやるとホームポイント、そして私がそこにいるわけだから、これが非常にあの安定した状態にはなっている。で、ホームポイントに寄せてきます。これでだいぶ寄ってきて、これホームポイントここでしょ。じゃあ今これでこう取って、ホームポイントから僕らはちょっとずれていってみましょう。だいぶホームポイントからずれたら、これほらホームポイントから、はい、僕青い点は自分、はい、でホームポイントはさっき飛び出した位置ですよね、はい、だからこれだけの距離の差があって、はい、そして今度僕は回転してみます。そうするとこの青い矢印がこうやって、うんうんうん、今青い矢印がドローンと正反対の向き、うん、これ見えます？よく見えるかな。はい、見えます。うん、だから僕はちょうどドローンを背中にしてるっていうことですよね、はいはい、でもう一回こう向いてこうすると、これでドローンとちょうど向き合いましたということなんですよね。そこですね、はい、そう、そこだからね。今私とドローンはほぼ一緒ぐらいの位置にいますよね、はい、これ反対外していきます。後ろに向けて、はい、ゆっくりこうずれていく、バックする、バックする、バックする。距離がちゃんと合ってますよね。ところが、うん、こっからはもう動きようないですよね。ん？動きようないというのは、つまりドローンと私の距離は本来今絶対値でいうと絶対に広がっていってるでしょ、はい、でもこの地図上では、地図っていうかこの画面上では広がりようがないんですよね。つまり この距離からさらに外には行けないんですよね。本来これ僕のブルーの位置はこの辺にあっておかしくないでしょう、はいはいはい、そうですね。つまりこの、 あのレーダー表示は10メーターくらい行ったら、うん、もうそこからはあの距離は向こうになってしまうということなんですね、はいはい、もう一回近づけてきて、そういうことなんです、うん、これずっと近づけて、今50メーター、40メーター、30メーター今30メーター、35メーター、ほら30メーターぐらいから動き出しましたよね。真上に来ると重なるんですよね。そう、だからこれ今35メーターでちょうどレーダーの端っこぐらいになって、40メーターかな。で、38メーターからこうずっと今度短くなってくるとまた距離が近づいてきて、でこれで私の上に来ると。
でこれ今からじゃあホームポジションに寄っていきましょう、はい、また今度はホームポジションに近づいて、これぐらいかな、ほぼホームポジションに重なっていました、はいね、ということで、これでこうするとホームポジションと整体できると、うん、そうするとこれが今実際こっちから見てもほぼ見てますよね、これで分かりやすい、うん、ということなんですね。